今週も始まりましたリューネッツゲーム TV、 ゲーム大好き沼尻です。 e スポーツプレイヤーのケイタです。今回もストリートファイター5チャンピオンエディションをやっていきます。早速プレイヤー紹介していきます。2連勝中の小学生プレイヤーコウ選手です。はい、コウです。よろしくお願いします。先週からもうずっと連勝続きなんですが、今回の相手はかなり手強いです。はい、ということでその対戦相手紹介していきましょう。台湾からリモートで参加です、陳選手です。大家好、我是陳耀剛。我会努力。陳選手は台湾の中学生の中で最強プレイヤーということで、今回は高選手にとってかなり熱い壁になるんじゃないかなと思います。ただ頑張ってほしいですね。はい、どんな対戦になるんでしょうか、はい、それではスタンバイお願いします。さあ、海を越えた戦いが始まりました。はい、まず左の高選手のキャラクターセスは前回に引き続き同じキャラで、はい、接近戦が非常に強いキャラクター。そうです、ね、対する陳選手のキャラクター豪輝は、もう本当に格闘ゲームに必要な技全てを持っている、かなりハイスタンダードなキャラクターです。さあ、小学生最強プレイヤー対台湾の中学生最強プレイヤー陳選手の試合です。さあ、体力はほぼ互角、ゲージもほぼ互角というところ、この2キャラの特徴として、はい、他のキャラクターに比べて体力が少なめに設定されております。 はい、なので何かが当たると一気に減ります。はい、これは高選手にとってかなりいい状況です。そうですね、しかし逃げられた壁側から逃げられて畳みかけられる。いやー、もったいなかったですね。今高選手も何かが当たれば倒しきれたんですが、はい、そうですね、壁際追い込んだんですが逃げられてしまいました。さあ、高選手頑張れるか。うわっ、うまいですね。さあ、通称オラオラという攻撃も当てていく対空、コウ選手 V シフトをしっかりうまく使いこなして、はい、はい、しのいでいますね。コウ選手としてはもう落とせません。あ、ヒット確認素晴らしい、うん、ヒットしている時だけ技、必殺技を入れ込む行動テクニックです、はい、うん、体力はほとんど差はないの で、ね、はい、これでコウ選手うまく防御しながら逃げられるか。そう、耐える。おー、しっかりかとした。まるか、あー、最後畳み込まれてしまった。さあ、勝ちました陳選手、今の戦いいかがだったでしょうか。对手玩得很好，然后自己打得也还可以。さあ、郷選手残念ながら3連勝はなりませんでした。いかがでしたか。あー、まあ強すぎて、まあ勝てるか心配で、まあ緊張して負けました。今度はリベンジで勝ちたいです。陳選手だいぶ強いので、次回啓太さん対戦してみますか。やってみますか。はい、頑張ります。コウ選手のリベンジを果たせるでしょうか。啓太さん、リューネッツゲーム TV、 また次回お楽しみに。熱くなろう、リューネッツゲーム TV。